藤村でございます、藤村が、作りましたグッズ、まずはこちら。これ大阪にありますですね、クレフさんっていうところの帽子屋さんと一緒に作ったやつ。これね、意外と女子がかぶってもいい感じのやつでございまして、決め手はね、この裏地。我々がヨーロッパ回った時の地図をまあモチーフにしてっていうか、まあ、本当に我々が使った地図だから、どっかにね、ミスタさんのなんかマジックの跡とかね、きっとあると思うんですけど、これね、生地がでかいもんだから、どの部分を使われてるか分かんないけど、まあ、これ我々が実際にヨーロッパで使った地図をまあこれ使ってデザインしてやった。まあここにね、刺繍でね、FJY って書いてありますけどね、まあ、フジアンですね。これはかなりかぶったら洒落てると思いますね。あともう一つね、これはね、おすすめですね。俺も今ずっと使ってるんだけど、ポータークラシックさんってね、超高級ブランドのコラボのカバン。しょうところがですね、西川って布団屋さんの、メーカーさんとなんかコラボして作ったっていう無圧布団っていうね、重さが消えるって言ってるぐらいにね、なんかちょっと太いんですよ、布団に使われてるやつ。それをこの肩掛けに、加工して作ってるっていう。で、今回はもう絶対ポータークラシックではやらないだろうっていう、こっちのオリジナルの色で、一つは、紺色ネイビーベースで、ちょっとラインが赤いラインが入っているっていうやつで、もう一つが迷彩柄。意外とこの迷彩柄がこうね、人気もあり、 でもこれも多分二度と作ることはないから、まあ早いもん勝ちだなということで、私はこの帽子とそれから、そのリュック、こちらの2つをぜひですね、皆さんにお使いいただきたい。他の人が何を作ってるのかよく知りませんけど、まあ、物が全然違うんでこれ多分一番最初に売れちゃうだろうなということでございます。よろしくお願いいたします。